はい、ということで宮島 SA でした。ちょっと休憩してました。この3分じゃ、うん、十分でしょ。あとの技術かっ飛ばせるかもしれない。大根さんかな、そうだろうね。休みなんか時期かぶってるような感があるよね。うん、なんか大体いつもかぶってるような、うん、この先左からの合流車両に注意してください。あれだよね、深夜割聞かせやすい。あ、前の日の晩 に、 にとけばってこと、うん、前の日の休みの前の日の晩に、インター通ってさ、そこ止めとけばさ、移動させて、で引き継ぎ終わったらそのまま出る。深夜割聞かせやすいThank you.
口インター出口です。まだ終点ぐらいなのかな。終点。
るわ。割引品って5,300円。90%だって右方向です。で、膝まもなく斜め右方向です。右だった。あれ左か、うん、右の右だよ、もう覚えとけよ。斜め右方向です。作っとけよ、左の左なんだから、右の右に決まってんだろうよ。この辺の道あなたの方が詳しくてもおかしくないんだからね、正直。うん、遅くても12時過ぎ、1時には着いてた方があれだね。まあね、もうアフトアフしてる。あ、本当だ、都会だよね。うん、およそ700m 先、藤ヶ丘団地入り口を左方向です。その先、右方向です。左方向です。
およそ300メートル先、八津小学校前を左方向です。まもなく八津小学校前を左方向です。はい、ということでね、左方向です。今回はね、九州が宮崎を中心に回りましたけどね、はい、まあ、1日目は熊本結構ねメインで終わって、うん、その後宮崎のね、山の中の高千穂の方と、あと一部ね青島の方からね、まあ、海沿いにずっと北上してくるというような感じでしたけどね、はい、来月は久々の四国しまなみ海道方面ですね、うん、これはおそらく間違いない。でまた明後日には、明後日でですね、うん、その次のね、8月には、また今度九州、鹿児島に行こうかな、ぼんやり考えてるんですね。はい。まあまあ、どうにか、どうなるかわかんないけど、うん、来月の島並四国はまあまあ、ほぼほぼもう、間違いないでしょう、うん。気が変わって山陰方面とかもあるかもしれない。うん、まだね、可能性として。兵庫の有馬温泉とかもありますからね、うん、まあ、来月はね岡山の方でちょっと仕事してから休みになるか、うん、まあ休んでから岡山の方でちょっと仕事になるかは分かんないですけどね、それ次第によって変わってくるかもしれないですけど、うん、おそらくは瀬戸内海しまなみ海道四国だと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。仕方しようとしたよ、お前。仕方してないよ。